が仮面をつけて参加するみたいな漫画ってあるやん、そういうの。なんか社交場みたいなパーティーみたいなのがあって、俺そんなんとか一回出てみたいもん普通に。ただ俺仮面しても髪の毛で一発でわかんねんけど、いやそういうのもさ、なんか漫画見とったらやっぱ面白そうなって、俺漫画みたいな展開がめっちゃ好きやから、なんていうかな、うん、そういうのに惹かれるんやな俺は。なんかな、こう有名人やからこんなんできませんみたいなんていっぱいあるけど、まあ俺そういうの結構無視してやってきたタイプやんか。だからまあいろいろスキャンダルにもなったし、なんかまあ俺全然遊んどると思うんで、自分で言うのもないけど、まあこう31年間いろいろ経験してきたと思うんやけど、やっぱな、自由に生きるってめっちゃ良くて、で自由に生きて俺ってある程度人気があって、でお金も稼げて、なんか最強やと思うんで自分のこと。なんかこう何かを制限して成り立っとる成功っていうのは、やっぱこう結局、なんていうかな、すごい犠牲にしとるから、俺はまあやりたいことはやるし、うん、だからまあ Tinder まだやってないのも、 Tinder 本気でまだやりたいと思ってないからやってないだけで、まあ簡単にやりたいと思ったら普通にやるから、プライベートで全然バーンって、うん、だから風俗行きたいと思って風俗行くし、でもまあ行きたいと今思ってないからあんま行ってないっていう感じで、っていうタイプの人間やから、まあ、最初やりたくなったら全部やるっていう感じやな。ああ、縛りやっただるいな。なんか、こう、貧困法制とか、なんかこう、真面目に生きていかなきゃあかんみたいな。もう、そのしがらみが俺は嫌で、こう、なんていうかな、だから人気者やからこういないといけないですよ、みたいな。もう、それってさ、実力ないやつがそれで生きとってくれたらいいんやけどって思ってまうけど、俺は。うん、いや俺実力ある人間は多少わがままに生きてもそれでも成功してしまうっていう、そういう事例を俺は作っていきたい。うん、だ俺みたいにこう好感度低いとか炎上したところで結論でもなんだかんだ人気っていう、そういう人間が一人二人でも出てくれば、なんていうかな、それに追随してもっと出てくると思うな。まあ、あとキャラよな、結局な。最近もな、ダウンタウンの浜ちゃんとかがなんかなっとったけどさ、浜ちゃんやからオッケーみたいになっとるもんな、実際な。他の人やったらな、浮気ってだけでめっちゃ叩かれるけど、浜ちゃんやったらなんか、オッケーみたいな。な。まあ、俺もそんなタイプやもんな。俺もだって、なんかあってもなんか光るやから、まあしょうがないかとかでなんか結局それで終わるしな、最近は。ああ、こんな真面目に生きとるのに、俺なんて正直にな。自分の欲望に忠実に生きとるのに、がっかりされへんからな。しがらみを嫌うひかるさんが好きになったんや、私今気づいた。おお、ナイス。それは素晴らしい。いやでもな、俺思うねん。今31やんが、俺が50になった時に、なんか、こうなんていうかな、ずっと真面目に生きるのなんて、無理なんじゃないんかって、俺。いや、その、まあ、仕事においても、ちょっとこう、遊び心のある攻めたことせなあかんし、プライベートにおいても、やっぱなんだかんだ、普通のノーマルな感じだけでは俺もやっていけへんし、うん、やっぱ人生には刺激というならスパイスが必要やな。仕事で辛い思いした日も、疲れて帰った日も、光くんの動画見て元気もらってたの。かわいい、ありがとう萌え。なんかさ、まあこれ多分この子若いと思うんやけど、こういう若い子の文章ってなんでこんな可愛いんやんな。まあ俺がもうおじさんになってしまったからと思うんやけど、こんな文章を書けへんで。うん。
って思う時あるわ、ほんまに。エネルギーをもらいました、私は。いつまで経っても彼女ができません。それだけで病みそうです。なんか努力した。病むほどの。まあそこじゃない。大事なんて。やっぱこう、多分努力したらできると思うで。本気で。何かを頑張ってないんじゃない、まだ。そこを見つめ直した方がいいんじゃないかなと思うけど。私チャットレディしてる。ヒカルさんそういうのやらないの？チャットレディ、俺がチャットレディするってこと？俺がチャットレディを利用するってこと？やったことないな。なんか。いや、マジで、すごいこう、客観的な目で言うと、もうなんか桜しかおらんのじゃないかなと思ってまいけど。なんか昔、そのチャットレディみたいなのが、その、エロサイト見とったら広告かなんかで出てくるやんか。最近は知らんねんけど、その、出てくるんやけど、もう、昔はさ、だってインターネットでさ、なんかエロいワードで検索してさ、言ったら、そういうの見とったわけやん。で、今はもうそんなんせえへんやんか、いちいち。で、その、何チャットレディがなんちゃらみたいなの書かれとるの見るけど、見とったけど、当時な。全部桜にしか見えんかったもん、俺はもう。いや、そのイメージな。まあ、おるんやろうけど、本物も。まあ、そこやわな、結局な。顔見たいよ。いや、もう顔なんて YouTube で見れるやん。めっちゃ。まあ、そういうことよ。ヒカルさんとデートできる VR が欲しい。すごい VR やな。そんなん出てくるんか、いずれ。テレクラ行ってみたとかもう無理でしょうね。テレクラってどんなんな、あんま分からんねんけど、そういうの。自分は正しいと思った考えを伝えると変人扱いされる。これは自分がおかしいのか周りがおかしいかどっちなんですか？正解はね、どっちもおかしくてどっちもおかしくないっていうのが正解です。世の中には普通なんていうものがないんで、そもそも。全員、みんな違ってみんないいみたいなことと一緒で、もう全員おかしいから。全員そしておかしくないっていう。もうそういう結論です。まあ、たまたまその人と会ってないっていうだけで、それだけです。昔の出会い喫茶、ヒカルさんとチェキ取って牛が最高すぎて沼りました。どうしたらいいですか？じゃあもう一回しようよ。さすがにそれは、さ、もう学生やから分かるかもしれんけど、マイナスかけるマイナスはプラスやろ。じゃあ沼にはまった時はもう一回沼にはまれば抜け出せるっていう理論知っとる？沼かける沼イコール抜け出せやから、だからもう一回沼にはまりに来て、そしたら抜け出せるから。高身長女子はありですか？いや、ありやろ全然。太ももありやろ。太ももが全てなんやから。太もも綺麗やったら何でもありやで。インスタアーカイブ残らないですか？残らないです、インスタは。こんなどうでもいいね、音声配信。アーカイブ残しても何の価値もないやろ。ヒカルさん、今日六本木いましたか？いや、おらへんで、今日は。太ももは正義。ああ、まあそういうことね。そこに気づけてるってことはなかなかな、2ですね。足出した服で光くんに会いに行く。細めとムチムチどっちが好きですか？ああ、まあどっちもかな。眠くなってきた、おやすみ。
スペインから見てます。おお、すごい。まさかのスペイン、バルセロナ。巨乳は好きですか？ああ、好きです。てかまあ、嫌いな人なんかおる？まあ、巨乳ってのもレベルによるけどな、普通に。巨乳ってもその人の範囲によるやんか。まあ、だからって言って別に小さいのが嫌いとかでもないんやけど。結局。おっぱいってだけでどっちでもありやろと思うけど、俺は。とりあえず。大事なことってそこやからな。脇下見せてください。なんで？なんで脇下なん？リリー好きですか？大好き、リリーは。ヒカルが女の子基本好きそう。いや好きやろ、普通に。いや、飽きるけど、本能やから。普通のことやで、これって。すべての生物そうやけど、オスがメスを好きなのは普通やからな。これマジやで。そんな当たり前の聞くなって話。Gカップが好きなの？なんでそうなったの？どこからの情報それ？Gカップの人とかあんま人生で出会ったことないけど。いやまあ何人かあると思うけど、そんな出会ったことないと思うな。女の子もだよ。そうやろ、女の子も男が好きやろ根本。普通にもうジャニオタなんか大体のジャニーズのデビューしてると全員好きやろ基本は。いやそれはもちろん一人ぐらい推しおると思うで、一人二人推しおると思うけど、ジャニオタの人がデビューしてるジャニーズから連絡来たら別に推してなくても多分ちょっと好きになるやろ、もうその時点で。そういうもんやろ、一緒よそれと。マジで光様奴隷にしてください。いやお前何ができんねん、俺のために。光くんゴローズ似合いそう。おー、ネックレスはね、ネックレスさんもいいかな。姫路のおすすめどこですか？まあ俺が YouTube で言ってるところがおすすめです。弁天屋とかカモメ屋とか、まあ、ご飯はね。ズバズバ光さんいい。ああ夜やからな、まあ、ラジオやからな。こんなもん何言ってもいいやろ、ラジオなんやから。だってこれラジオやから最悪これ俺じゃないって言い逃れできるもんな。もはや言ってたの俺じゃないんですって。でもさ、なんかもうヤフーニュースに俺何でも載るから、なんかもうインスタのストーリーでさ質問コーナーしてもそれがニュースになっとってんの最近。ビビって俺、キャスでもそのニュースになっとったから、え、どうなっとんと思って。うざすぎて。なんでなん、てかなんでこの時間が人増えていくん、何が起こったんこのラジオで。マジそれだるいんやな。どこまでに、俺のプライベート、プライバシーを侵害してくるのかっていう。だからもうな、気軽に発言させろっていうことやねんな。しかもその、なんていうかな、全部ニュースになると思って俺も発言してへんわけやんか。言ったら、特にインスタのストーリーなんてノリで返したわけやん、こっちも。言ったら、ここのインスタのさ、トークもさ、ノリで喋ったわけやん。これをさ、全部さ、なんか文字起こしされたらさ、なんか、ちょっと違うやん。めっちゃだるいよな。芸能人になってしまったってこと。いや、芸能人でもそんななってないやんか。いや、マジでさ、俺のニュースに上がり方異常なんやって、ほんまに。芸能人の人でもこんなニュースならへんやんか。一つ一つの発言が。けど、どんだけ俺ニュースなるねんっていうか、ニュースなるやん。やばくない？普通に。いや俺より有名な人もいっぱいおると思うんやけど、なんか俺の発言やたらニュースになるやんって。えぐすぎる普通に。だからなんかな、うかつになんか発言しづらくなったんやけど、発言してまうねん俺。でもなんでかって言ったらもう止まらへんねん俺も。なんか喋るのは我慢できひんねん、まあ、しかももうな、俺ヤフーニュースにどんだけ載ってももう好感度が落ちひんとこまで来てしまっとることを気づいたねん。なんかもう
ヤフコメたちももう呆れちゃってるというか、あとさ、ここにさ、来とってさ、ツイキャス来てへん人おるやろ。ほんまツイキャス来て。ツイキャスも来て。てか、ツイキャスの方がちゃんと話しとんやから、俺。まあでも、ここでも別にしてもいいんやけどさ。ツイキャスじゃなくてもいいって、もうここでも一緒やな、結局これな。まあ、ツイキャスの方がコメントの流れ早いから、めっちゃ好きなんやけど。なんか、ツイキャス来てへん人、ツイキャスもやっといて。ツイキャスビュアーってやつダウンロードして、緑色みたいなアプリダウンロードして、で、ヒカルで検索して、通知取っといて。初コムです。関西の時はヒカルさんの毎日動画毎日楽しみし、マジで私の教師様です。これからも応援し続けます。おー、ありがとう。さすが。私が教祖です。ブダペストから YouTube ジャパン見れないんです。なんでブダペスト？海外におるってこと？ブダペストっていう。どこやそれ。ツイキャスって何？あ、ツイキャス知らん？やばい、それはやばいやばい。ツイキャス入ったら沼るよ。マジそう。ツイキャス知らんやつおる、ここに。いねえよな。まさかまだこの1700人でツイキャス知らねえやついねえよな。ツイキャスビュアーダウンロードしてねえやついねえよな。オッケー、ダウンロード、通知、サポーター、レッツゴー、行こう。分かった。これ終わったらツイキャスダウンロードするね。覚えとけよ、ちゃんと。これ終わった時覚えとるか。もう眠たくなってねえへんか。うん。ツイキャスってなんだよ、知らん。あ、俺も男はいらんねん。来んな。お前らいらん。来んな。うん。ひよっとけ。そこでひよれ、ずっと。俺が必要なのは、単純に、ちょっとバカですぐ沼ってくれる女たちなんだ。ブダペストはハンガリーです。なんか聞いたことあるわ、確かに。うん。インライ珍しい。確かにな。あ、でもインライ、インスタライブでもなんかラジオで OK なんやと思って、なんか別に俺ビビった。うん。なんでもありやな。ツイキャスのいいところはヒカルさんがリラックスしてて、いろいろ話してくれるところです。そうやね。何時で寝るの？もう寝ようかな。いや、寝ようと思ったんやけど、喋り出したら目覚めたね。いや、ほんまに。ガチで。俺もな、喋ったらほんまにな、すぐな、こうなんねん。やばいね、マジ。どうしよう。うん、小学生女子と聞いたらいろいろやばいですか？どういうこと？やばくはないやろ、小学生女子は。別に。うん。やばくはないけど、もう寝た方がいいぞ。もし小学生女子がほんまないとしたら。ヒカル君のためにツイキャス登録したよ。よくやった。ナイス。喋れば喋るほど目覚める光るし、いやーそうやねんな、マジでそうやねん。え、てかもう56分したん俺、マジで。え、ちょっとビビっとんやけど普通に。いや怖っ。全然光くんに遭遇できてなくて悲しい。まあ、遭遇はむずいやろさすがに。出遅れた、出遅れたか。もうそろそろ終わるつもりないけどな、普通に。いや、俺マジでさ、一瞬で終わるって書いとるやん、タイトルに。うん。いや、マジビビったんやけど、早すぎて。え、そんな経った？怖っ。喋るのって楽しい。いやー、ほんまに。楽しいわ。あっという間やったな、なんか。ちょっとやって終わるつもりやったのになんか。同じ時間に起きてることに喜びです。喜びですね。いやー、ちょっともしかしたらツイキャスするかもしれない、この後。ツイキャス来てくれ、みんな。
ツイキャスちょっとだけしようかな。いや、ちょっとどうしようかな。まあ、アーカイブ残す気はないんやけど、ツイキャスするかもしれん。もしかしたら。うん。ベッドやで、今。ほら。じゃあ、ツイキャス行きまーす。まあ、ここで寝る人は、おやすみ。ゆっくり休んで、この後、ツイキャスで、なんか適当に、話します。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。